バンダイナムコホールディングスバンダイナムコグループグループのシンボルマークバンダイナムコグループはバンダイナムコホールディングスを中心格とする日本のエンターテインメント企業グループ。略称はバンナム。主に玩具、模型を中心としたトイホビー事業、家庭用ゲームスマートフォンアプリゲームアーケードゲームを中心としたゲーム事業、 映像ソフト、音楽ソフトイベント工業、アニメ制作を中心とした映像、音楽事業を中核事業にしているのが特徴である。前進となるグループ企業4社が大合同して設立したバンダイ、キャラクター判権事業やプライズ事業などで知られるバンプレスト、家庭用、業務用ゲーム最大手企業の一つであるバンダイナムコエンターテインメント、 テーマパークやアミューズメント施設の運営を行っているナムコが中心となって形成している企業集団であるバンダイとしては仮面ライダーシリーズスーパー戦隊シリーズウィルトラシリーズの三大特撮ヒーローや機動戦士ガンダムシリーズドラゴンボール等の商品化権利を独占的に所有しているこれらに関連する玩具キャラクターグッズの取引により東映グループつぶらやプロや サンライズなどと関係が緊密で、こうしたキャラクター玩具の分野では、国内随一と言える。また、1980年代以降の経営多角化の一環で、これらキャラクターを題材にした映像、音楽ソフトゲームの各種事業に参入し、現在では連結子会社バンダイナムコアーツの音楽、レーベルランティスが、業界大手のアニメソングレーベルに成長した。 またバンダイナムコエンターテインメントの持つゲーム開発の技術力の高さやこれまでの作品のキャラクター資産、そしてアミューズメント施設、特に近年ではフードテーマパークの運営ノウハウを持つナムコなど価値のある分野が多い。統合後しばらくはナムコの方が日本国外での知名度が高いことからかグループ企業の多くは英語名はナムコバンダイの順としていたが2014年に バンダイナムコの順に統一し、またナムコブランドタが並存していた作品のレーベルも、バンダイナムコブランドに統一した。グループ名については、以前から、バンダイナムコの順である。米国法人のウェブサイト http コロンスラッシュスラッシュ www.namcobantai.com スラッシュも、ドメインはナムコバンティだが、バンダイナムコグループと表示している。さらに現在では、 子供向け商材のみならずアイドルマスターシリーズ、ラブライブシリーズ、アイドリッシュセブンシリーズなどのアニメファンやマニア層向けの有力なコンテンツを豊富に持ち、それらのコンテンツを核としたゲームアニメイベントなどの展開も盛んに行われている。2005年9月に持ち株会社バンダイナムコホールディングスを設立し、バンダイとナムコとの間で経営統合を行った。 2006年4月にコンピュータゲーム部門をバンダイナムコゲームスに統合。2007年には上場していたバンプレスト、バンダイロジパル、バンダイビジュアル、バンダイネットワークスを TOB にいて完全子会社化。さらにバンプレストのゲーム事業をバンダイナムコゲームスに移管、統合し、アミューズメント掲示会社もナムコ参加に移動するなどの再編があった。2015年4月1日付で、 コンテンツスペの中核企業であるバンダイナムコゲームスがバンダイナムコエンターテインメントに社名変更するとともにボネットを中核とするコンテンツスペとナムコを中核とするアミューズメントスペが再編されボネットを中核企業とするネットワークエンターテインメントスペとバンダイビジュアルを中核企業とする映像音楽プロデューススペに再編されている2018年4月1日付で グループ体制を再び再編し、トイホビースペのうち、バンダイのプラモデルフィギュア等のハイターゲット向け事業と、バンプレストのコンビニエンスストア等向け持ち株、会社トイホビーユニットネットワークエンターテインメント、ユニットリアルエンターテインメントユニット映像音楽、プロデュースユニット IP クリエーションユニット関連事業、ありがとうございます。